私たち市民連合は野党の共闘を呼びかけています。安全保障法案を廃止する、法を廃止する、さらに閣議決定の取り消しも含む立憲主義を取り戻す、そして個人の尊厳が尊重されるような社会を築く、この3つの公約を結ぶ候補者を支持し支援していきたいと思っています。野党5党が政権構想を作るぐらいの踏み込んだ選挙協力をしなければ安倍政権の暴走は止められません。憲法破りの政治をやった自民公明は退場の審判下して参議院で自民公明とその補完勢力を少数派に転落させようじゃありませんか。そしてそのためには野党が結束することが必要です。バラバラでは勝てない。これから夏に向かって本当の大きな大きな日本の勝負になります。どうぞ皆様方の力を野党に結集をしていただいて、我々野党も一本化をできる限り行って自民党を倒し安倍政権を退陣をさせるために全力で頑張ってまいりますので、今年の夏には一つの大きな結果を出せる選挙がある。凱旋だけじゃない、皆さんは動く、動ける、活動をする、変えることができる、その夏に向けてお一人お一人の声を私たちは国会でしっかりと論戦に臨むために活用させていただきたいと思います。参院選に向けてあと半年ほどです。立場や役割を置いて自分には何ができるのか、一人一人がその責任を受け止めて実際に行動していきましょう。気合を入れていきましょう。いつだってこの国の政治を動かしているのは私たち一人一人です。それは政治家ではない、偉い誰かではない、この国の主権者は私たち一人一人ですよ。選挙に行こうよ、選挙に行こうよ。最近ニュースになっている安倍政権が改憲に向けて新しい動きをしようとしているので、憲法でそもそも権力者を抑えるための法なので、それを勝手な解釈で変えて、でしかも解釈を変えるだけじゃなくて実際に憲法自体も変えてしまうという、その政権の暴走を止めなきゃいけないなと思って参加しました。友人の中でもまだ迷ってる人たくさんいると思うので、まず選挙に行こうよっていう呼びかけと、あとは自民党政権とか今までの与党を応援するとどういう社会になるのかっていうことを訴え続けていきたいなと思っています。このデモ、ずいぶん十数回、二十回ぐらいですかね、去年前から参加してますけども、非常に強く感じたのは、私も間もなく5月が来ると52なんですけれども、私たちと同じぐらいの世代、40代から50代ぐらいの人たちが非常に少ないんですよね。私たちの年代がやっぱりもっとしっかりしていかないと変わっていかないのかなと、こういったところ出てって自分の声をしつこく出していく、しつこくしつこくとにかく出していく、それから当然のことながら選挙で自分の思いをきちっと一票に託すと、できる範囲でとにかくやっていくということしかないと思います。